どうも、シェアスバスケです。バスケシーズンが近づいてきたということで、新企画、自分の好きな NBA 選手について熱く語るコーナーです。イエーイ。はい、ある第1回目は動画初登場の三木隆くんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では好きな NBA 選手を教えてください。コービーブライアントです。コービーブライアンですね。ではコービーブライアンの所属を教えてください。どこ所属ですか？所属はロサンゼルスレイカーズですね。レイカーズです。じゃあ身長を教えてください。身長は198センチでしたね。背高いですね、198。はい、そうですね。NBA の中でも198は高い方ですか？普通ですか？普通の方です、ね、普通の方です。じゃあポジションはどこなんですか？ポジションはシューティングガードですね。シューティングガードについて教えてください。あ、はい、ちょっと地面に書きますね。これが3ポイントラインで、はい、これがポイントガードって言われるもので、こことかここにいるのがシューティングガードと言われるものです。なるほど。それでは背番号を教えてください。背番号は昔は8番でしたが、今は24番です。24番。それでは1試合での最多得点数、1試合で確か81点取ったと思う。81点。はい、すごいですねそれは。じゃあ最後にコービー・ブライアンについて尊敬する点か、なんかいいところについてちょっと語ってください最後。彼はシュートを恐れずに打っていて、まあそこは尊敬できることだと思います。はい、ではありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ最後にシュートホームで終わりにしてください。はい、ありがとうございました。